らまで行かれますか？それでは出発いたします。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢上が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか？ああ、お心当たり、実際に頭がやったのかってことです。どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい、八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協励会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ。警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ。ただ、警察にどんな証拠があるか今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは？被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、協励会の下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。協励会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？
スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。そん時に協力会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが組って野郎だった。喧嘩吹っかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？神室署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった協力会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘトも持ってねえ。気に食わねえデカだ。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。矢上、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。時間食っちゃったよ。
どうも、サウナの人ですか？はい、いらっしゃい、どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます？ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんたは何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日、彼こちらに来てませんでした？警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ、帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できれば、それがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ねわかんない。やだ、超ウケる。あ、少しいいですか？12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のことを覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。行った行った。ちょっとすいません。12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな？この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう、ご協力どうも。
カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の強霊会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか？なあ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ん？ああ、ミジョーレって喫茶店があるな。そこで待ってる。おい、また急な呼び出しだな。新谷先生、文句言うなや。忙しいのが好きなんだろう。おお、こっちだ。座れよ。というわけでサウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった。よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。ま、こいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな。例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、
名前も分かった。村瀬明、久米と同じ協力会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今も神室町にいるらしい。多分近くに協力会のアジトがあるんだな。よく撮れてるなこの映像。これじゃあ頭も言い訳しようがない。ああ、それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。なんで2人だけ残った？さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時頃久米を店から叩き出したと言ってたの。その時自分も店を出てサウナに行ったと。ああ、だが羽村や古文以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。先に言っとくぞ。ああ？弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いやでもどうせその店長とは話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指図される感じが嫌なんだよ。加減にしろよ。おい誰だよあんた、ここで何してんの？いや少し話を聞きたくてね。今いいかな？はい。
12月3日の事件のこと。ああ、俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人？ああ、そうそう。店長の名前は？荒垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな。ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって？街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいる。店長の名前と顔は分かってるわけだし、ダメで元々だ。はあ、そんな人はいんの？まあ頑張ってよ。ありがとうな、助かった。しつこいね。ったく、時間食っちゃったよ。やっぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。ってそんなわけありませんね。何の用です？ちょっとお前の手を貸してほしくてな。つくも、こいつはつくも誠。名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で、名前は荒垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？おう。おや、
おやおやおや、八神氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッター？ああ、例のつぶやきアプリか。ところがこの僕の手にかかればこいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か？どうやるんだ？システムに侵入しますので少々お待ちを。これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえず今日と。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人の元にすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。本当か？それじゃあ今すぐ行ってくる。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。顔してんな。まったく。離せ。いい加減にしろや。ちょっといい？あれ、八神さんじゃない？どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それで、どっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだよ。分かってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。
助かったよ。ありがとな。しばらく寝とけっての。ごちそうさん。荒垣さん、アムール。なんだよ、あんた。八神探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ。俺、よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。これだ。事件当日、あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ。少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、分かったよ。へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな、驚いたよ。その時他の客は？あの 3,4 人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ。1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の2人きりになった。ああ。なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、
でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせ元々録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。久米がリンチされてた時あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの？通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。組対の黒岩って人。その刑事にはどんな話を？別に今お宅に話したようなこと。その間鑑識が店の中調べてたね。被害者の血の跡がないかとか、ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ。だからここが殺しの現場じゃないかってそう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか、あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。そんなの俺に言われたって知らないよ。どうもありがとう、助かったよ。もういいんだね。もしもし。カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スッポン通り。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。あれ？なんでお前が？お前とか言っちゃダメだろ、タボ。
ごきげんよう、八神くん。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって。付き合うまで言ってませんから、私たち。失礼しました、ケンジ殿。仕事の話で来たの、当然だけど。仕事？松金組若頭、羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神君も絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼なじみだもん。それに大学同期か。さ、羽村の件だけど、もう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは？泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。ああ、3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神くん、探偵なんて全然似合ってないからね。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。ふん。真冬、なんだ、お前は。あれ、検事生、八神くん、何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が八神弁護士。こちら森田検事生。それとご存知、泉田検事。久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を？いや、弁護人は新谷先生。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ、野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？
検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ。もういいだろう、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな、今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。お、いらっしゃいませ。ありがとうございました。ああ。
ございました。八神だ。いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。お願いします。
今だ。どうぞ。おい八神、なんで先に海藤だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。さっき真冬君から連絡があったぜ。いよいよ裁判に向けて本格始動だな。新谷ともうまくやれよ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん、わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。これは被害者は関西協力会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から凶霊会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。なんだ。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。どこだ。
これは事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。怪しいな。被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として関西の狂霊会と東上会との構想がある。これまでにも狂霊会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は狂霊会と敵対する東上会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と狂霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し羽村は、午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。
さすがは新谷先生。性格はあれだが、弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。教令会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。おいおい、今こんな時に教令会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった。行こう海藤さん。ああ。まず教令会が神室町のどこにいるかだな。知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。いらっしゃいませ。ん？はい。ありがとうございました。Yeah!
加減にしろ。さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ一年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいな、お前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。タボも手貸してくれんのか。神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。でその梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートも。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、親さんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。
らっしゃいませ。ん？はい。ありがとうございました。した顔してんな。やめときなって。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。あれ3000年ガスラインスクリーン大規模この星の運命を激戦さ、行くか。新たな時代劇の幕開け。ありがとうございました。この刀を巡る物語。ありがとうございました。八神です。もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。
ああそうらしい。海藤さんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。どこだ？ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり凶霊界のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。どこだ？これが村瀬の写真だ。あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。あれ、村瀬じゃねえか？
いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ。さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。おそいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ああ、あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはこっから見張ってる。おう、それじゃ作戦開始だ。
らっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか？ああ、今買ったところだ。そうか、じゃあすぐこっちに来い。 KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、よし、これで。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。分かってるって。じゃあな。
どうも。エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。おう、ちょ待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこ見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついてき。うぅ、サブ、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました。とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。Ugh.
よし、よし。お、さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね。妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。ひょっとして違う業者さんも呼ばれてるんですか。うちはカムロメンテナンスって言うんですが。カムロメンテナンス？聞いたことないな。どうやらご依頼いただいた方はこちらにはいらっしゃらないみたいですね。なんや、俺以外にも他に業者呼んだやつおったんかい。そら知らんわけやわ。今後ともご贔屓にお願いします。死ねえ！ほんま、すまへんでした！
手間取らせよって。ドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが。すんません、ほんまにすんません。エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。とりゃ。うわ。ゴー。ゴー。うわ。ふん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 。
何が目的やお前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この久米を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんやお前は。神室町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホんだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃすまんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが。羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ。久米の死体。怪しいな。これは。あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まずあんたはアムール前から逃げ出した後どこで何をしてた。敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか。動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は凶霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも勝ち込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店の中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールで羽村が久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく久米やったんは羽村や。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、羽村の頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となると羽村の頭マジでやってねえのか。
頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。しばらく寝とけって。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。よし。